はい、速稼塾の久保です。まあ、YouTube はね、ブルーオーシャンなのかレッドオーシャンなのかってことですけども、私はね、まあブルーオーシャンだなとは思うんですよ。で、レッドオーシャンだという方の、まあ、話を聞いてみると、おそらくですね、ノウハウ依存とか成功例を真似るっていうところになってくると、これはレッドオーシャンなんだと思うんですよ。まあ YouTube に限らずですけども、何かのマーケットでこんな方法が売り上げ伸ばしてますよって言ったら、みんなそれを真似てですね、自らレッドオーシャンになっていくと思うんですよ。で、逆に言うとですね、そのどういうものがブルーオーシャンなのかというと、少数派なんだと思うんですよ。少数派ね、ほとんどの人がそんなんやってねえよみたいなのをやることが少数派であり、少数派はずっとブルーオーシャンなんではないかなと思うんですよ。まあ私はね、吉谷さんっていうのはこの数で押す戦略なんで、多分ほとんどの方はついてこれないと思うんですよ。まあそこそこの名作を作れる人が、まあ割と数多くやってるよねって例はありますけども、まあね、動画1本あたりが再生回数、まあ数十とかね、数百とかっていうのを、まあ1万本とか2万本とか10万本やろうかっていうのはあんまりいないと思うんですよ。で、やろうと思ったところで続かないと思うんですよ。で、途中売り上げがずっとない時期ってあるわけですからね。あの再生回数による売り上げとか、それから知名度がない時期ってあるわけなんですよ。でも、たとえチャンネル登録者数が5人でも、再生数が3であっても、そこに対して物怖じせずに、きちんとビジネスを仕掛けていく。その姿勢があれば、もう1人に対してでも売れるわけですよね。で、本来そういうことをするのがビジネスだと思うんですよ。私は訪問販売をやってたんでよくわかりますけども、訪問販売って1対多数じゃないですからね。こんにちはって言ったそのお家から出てきたその人一人が勝負なわけなんですよ。しかも勝負する時間は短いです。多分ね、3分5分話し始めるともう売れないですね。最初の1分ぐらいで勝負をつけて、よしこれ決めたっていうふうに言わせないといけないんですよ。きっとですね、その YouTube にはそういう効果があると思います。訪問販売のようなね、たまたま、お、なんだろうこれと思って再生した動画の最初の15秒で引き込まれていかないと、引き込んでいかないと、もうね、その動画が5分だろうが30分だろうが最後の1秒までたどり着かないと思うんですよ。いやいや、半分も見ないかもしれないですね。いわゆる離脱が起きちゃうんですよね。離脱が起きるということは動画に魅力がないわけですから、そこでどんなセールスをしていても売れないってことになるんですよ。基本的に商品買う人って最後まで見る、そしてそれを繰り返す、その次に商品を買うっていうフェーズがありますんで、まあ YouTube のブルーオーシャンをどう守るかっていうことは、自分であり続けることですよね。自分というたった一人のジャンルを作り続けていくことだと思うんですよ。まあですんで、話最初に戻りますけども、こんな方法が YouTube で当たってますよ、こんなネタが当たってますよっていうのをみんなで真似すれば当たるような気がしますけども、それを真似する人が増えれば増えるほど普遍的になっていくっていうかね、もう誰もがやってるものになっていくんで、すごく価値的にはチープになってくると思うんですよね。最初グッと伸びた瞬間にまとわりついた人だけなんですよ。その一瞬だけが、まあおそらくトレンドと言われるものなんでしょうね。その後はもうね、同じようなテーマでやっても見聞きしてくれないということになると思います。だからレッドオーシャンじゃないかなと思うんですよね。まあ吉田さんはね、 YouTube ブルーオーシャンだと、レッドオーシャンだと全く感じないと言いますけども、もう私もそうですね、こうやって数をやってる限りはレッドオーシャンっていうのは全然行き渡らないですね。で、今ね、あの感染症のことでこの数ヶ月結構多くの方がご苦労されたと思います。私もね、そこはね、本当に大変だなという気持ち同じです。ただですね、そういうものがあっても、じゃあ売り上げが止まったかって言ったら止まってないんですよね。ビジネスが止まったかって言ったら止まってないんですよ。集客が落ちたかっていうと落ちてないんですよ。逆に増えてるんですよね。で、最後にこういうふうな言葉でまとめさせていただきますけども、逆境ってのはね、誰にでも起きうるし、ビジネスが育たない時期っていうのもあるんですよ。いわゆる不況ですよね。でもやっぱりビジネスマンとしては、もう不況だろうが何だろうが結果を出さないといけないと。逆に不況を利用して利益に変えていく、売上に変えていく、集客に変えていけるっていうふうなしたたかさがないと、こういう時期はビジネスうまくいかなくてもしょうがないよねで終わって、本当にしょうがない結果になってしまうんですよ。いや、しょうがないはないですからね。その絞りかすではないですけども、もう何、絞り切ったところからさらにね、もう一絞りもう二絞りしていくのがビジネスですから、もうないだろうなっていうところにまだ顧客はいるんですよね。もう売れないだろうなっていうところでもう一個売れるわけなんですよ。これが私の考えているビジネスマインドでございます。皆さんはどう感じでしょうか。もうみんなが売れてないからしょうがないんでしょうか。そうじゃないんじゃないですかね。
みんなが売れてないけど売れる方法は存在してるということなんですよ。必ずどんな不況でも人は誰かにお金を払って何かを買ってるんですよね。では本日は以上です。おやすみ。